なぜ現在進行形で人口が減っているにもかかわらず建築業界は新築を建てるのでしょうか。儲かるから。今後は今ある建物や空き家をリフォームする方向にシフトした方がいい気がします。ヨーロッパは地震が起きない環境で築100年ほどの建物が多いと聞いたのですが、やっぱり新築を建てる文化ではなくリフォームが主な文化なのでしょうか。都市によるんですよね。パリの場合はそもそも新築を建てることが違法になってます。なのでマンションをリフォームして使い続けるっていうのがあるので、マンションというかアパートね、なので築300年とか築200年とかっていうのが当たり前に使われてるっていうのがあるので、なのでその二酸化炭素がどうこうとかっていうのもあるので、その新しく建物を建てるのってめちゃめちゃエネルギー使うんですよ。なので環境がどうこうとかっていうのであれば建物作ってんじゃねえよっていうのだと思うんですけど、でもなぜかそのなんか環境配慮型のマンションみたいな謎の言葉があったりするので、環境配慮型住宅みたいなもう昔からある家住めよっていう。なので本当はその昔からある家をリフォームして、そのなんか熱効率を良くするとかが環境にとっては一番いいんですけど、ただそのまあさっきそのしきたりの話したんですけど、要はこれが正しいよねという合理的なものを人が選ぶわけではない。なぜなら人間はバカの方が多数派だからっていうのがあるので、多分相変わらず新築を日本は建て続けるんじゃないかなと思います。